人間の塔は、スペインのカタルーニャ地方で200年以上続く伝統的な風物、行事であり、カタルーニャの民族的象徴でもある。秋に最も盛んに行われているが、ほぼ一年を通じ、カタルーニャ各地及び、スペイン内外において、祭りや様々な催しで披露される。人間の塔の活動をしているチームは、現在60を超え、フランスや中国にも存在する。2年に一度、その発祥の地と言われるタラゴナで、主なチームが集まって、競技会を行う。その意味では、人間の塔はスポーツであるとも言える。2010年11月16日、人間の塔は、ユネスコの無形文化遺産、代表一覧表に記載された。人間の塔のモットーは、伝統的に4つ。ファーサ、フォルサ-力、イーキリブリーアキリブリ、バランス、バローバロー勇気、及び、セニセニ知恵、共通意識である。これらをすべて揃えることが、難易度の高いパフォーマンスに必要と考えられている。バレンシア地方に、現在も伝わる、バレンシア人の踊りがその起源とされる。17世紀に、カタルーニャ南部で人気を博し、タラゴナとその周辺で、いくつかのグループが、祭りなどで披露していた。当時教会はこれを禁止しようとしたが、すでにその人気を押し止めることは不可能であった。人間の塔がバレンシア人の踊りとははっきりと違う形で記録に現れ始めるのは18世紀の後半のことである。タラゴナ市近郊のバイスがその発祥の地とされる。その後カタルーニャ全土に広まり現在に至る。一般に組み上げと解体、両方が完了して、初めて成功とみなされる。人間の塔は、まず塔の下部の基礎部分を慎重に作ることから始まる。1分の隙もなく人間が配置されることが理想である。ピーニャが完成すると、その上に塔が作られていく。地上から数段組み上げたところで、さらに上に組み上げるかどうかの決定がなされる。さらに上に組み上げ始めた後でも、塔が不安定であると判断された場合は、安全を優先して、最後まで組み上げられる前に解体が始まる。その決定は、チームのリーダーか、塔の各部分の責任者が下す。組み上げを進める決定がなされると、バンドが伝統的な音楽を演奏し始める。この音楽は、基本的にどのチームも同じものであるが、チームによっては独自のアレンジが加えられている。一人を除くすべての構成員が、所定のポジションに登った後、最後の一人であるアンチアネータが登場する。アンチアネータが両手をついた後に、片手を上げる合図をすると組み上げは成功である。ただし、競技会においては、アネータは必ずしも重要ではなく、単に同点チームの順位を決定するのに使用される。その後、塔は組み上げとは逆の手順で少しずつ解体され、すべての構成員が無事地上に降りるか、それがもう間違いないと認められた時点で解体が成功とされる。様々なチームが披露する人間の塔カスタリエースの服装は白いズボンにチーム独自のカラーシャツが基本である。最も重要なのはファッシャと呼ばれる長い布製のベルトで、これは腰や背中を痛めるのを防ぐ他に他のものが上に登るための手がかり及び足場となる。このほか塔の最上部に登る子供たちは通常ヘルメットをかぶる。これは、塔の上部から落下した子供が死亡した事故をきっかけに、2006年から導入が始まったものである。校内の怪我を防止するために、マウスピースを装着する場合もある。パフォーマンスの難易度は、塔の一段を構成する人数と、塔の段数とを基本要素として、一般に人数で段数と表される。例えば3で8は、塔の部分を1段あたり3人で構成し、全体として8段の高さまで組み上げる技である。ピーニャは3人以上で作られるが、中心部分は3人なので、1段と数える。安定したパフォーマンスのためには、塔の上部に登るものだけでなく、ピーニャを構成するものも重要となる。彼らは、塔が崩れた時のためにショックを和らげる役割もしており、そのショックによって落ちたものよりもひどい怪我を負うことがある。基礎部分の構成員は必ずしも同一チームのものでなくてもよく、他のチームのものや一般の観客が手助けをすることが一般的である。極端に高い塔を作る場合には、ピーニャの上にさらに多人数を配置した構造を作ることもあり、これは特別にホルラと呼ばれる。フォアの上にさらに同様の構造が作られると、マニーリャスの名称となる。さらに、滅多に使われることはないが、マニーリャスの上に、これが作られた場合は、プンタルスと呼ばれる。ピーニャ以外のこれらの構造は、必ず技の名称に入れなければならない。例えば現在最も難しいとされる技の一つである、ホルラとマニーリャスを加えた3人の10段は3で10ANB、4I マニリーズと表される。パフォーマンスの難易度を上げるため、ホルラやマニーリャスをあえて作らないこともある。3で10ANB 4I、マニリーズカレゴットデルズカストラースでバイロフランカ、上部の3段は少し特殊な構造をとる。基本的には、上から3段目は2人だけで構成され、その上に2人の子供がしゃがんで上下に重なる。上から2段目の子供はアッチャカドーもしくはアクチャドー、一番上はアンチャネータと呼ばれる。1段あたりの人数が5人以上になると、この基本単位が複数作られる。例えば、1段あたり5人の塔では、ドッスアッチャカドーの構造が2つ作られた後、アンチャネータがこれらを順に乗り越えるように移動する。この場合、アレータも2度することになる。1段あたり9人の塔では、ドッスアッチャカドーの構造が3つ作られるが、3人のアンチャネータがこれら3つのそれぞれを登る場合と、1人のアンチャネータが3つすべてを順に移動する場合とがある。3人もしくは4人の塔の内部にさらに1人の塔を作る技は ANB クガラと表される。特殊な組み上げの方法としてパーソタがある。これは塔の上部を先に作り、これを下から持ち上げることによって塔の下段を構成するものが次々下に入っていくというものである。塔を構成するものの足場が不安定であること、また塔を持ち上げるのに相当な力が必要であることなどの理由で、通常の組み上げ方法よりも難しいとされる。カタルーニャは、現在は行政上スペインの一自治州であるが、歴史的な経緯からマドリードを中心とするスペイン中央政府に対する反感が根強い。バスク地方と同様、スペインからの独立を要求する意見も強い勢力を保っている。カタルーニャ独自の風物であるカステイは、同じくカタルーニャにおいて重要な存在であるサッカークラブ FC バルセロナと同様、しばしばそのカタルーニャ主義と結びつけられる。カタルーニャの国家記念日である9月11日には、街の中の象徴的な場所、例えばカタルーニャの英雄であるラファエル・カザノバの銅像などで、カステイのパフォーマンスが頻繁に行われる。カステイは、カタルーニャ社会に深く溶け込んでおり、様々なイベント、宣伝、建物の落成式、映画や本の出版記念に際して、しばしばパフォーマンスが行われる。例えば、2013年夏には、世界水泳選手権の開会式において、水中のカステイが披露された。また、チームのメンバーなどの死に際して、全員で哀悼の意を表するため、特別に、音楽なしでカステイが行われることがある。これはピーラーでドルと呼ばれ、葬儀やパフォーマンスの場において厳粛に披露される。高い塔を作るためには体重の軽い女性と子供の役割が重要である。特に子供のメンバーを増やすことは将来的にチームが発展するためにも欠かせない。子供のメンバーはカナーリャスと呼ばれ、チームのマスコット的存在である。一般にカナーリャスは人間の塔の活動以外にもキャンプなど様々な活動を通して他の子供や大人たちとの信頼を築いていく。実際にカステイには登らないが、こうした活動にだけ参加する子供たちもいる。このようにカステイは老人から子供まで幅広い世代が参加する地区の重要なコミュニティとしても機能している。ありがとうございます。